市民球場です。東京ヤクルトスワローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発は右のロドリゲス、対するイーグルスの先発は右の滝中、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。スワローズピッチャー交代です。星降板、左の石原、今日3番手としてマウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭バッターは入江、第9球見送ってストライク。投球これから2球目、アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げました。直球見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、ボール、アウトコース低め。さあ、投球は5球目、投げました、内角低め、見逃し三振。先ほど代走に起用されましたバッターの平、背番号30。第9投げた、低め外角ストライク。スワローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。インロー際どい球、ボール。第3球を投げた、危ない球。次は4球目、投げた、決まってストライク。スワローズここは引っ張りに警戒します。投球これから5球目、打った、ライト前に出る、ヒット。タイラー、いいバッティングを見せました。バッターは8番堀内。第9初球はストライク。第2球2球目空振り、これで追い込みました。追い込んでから投げた、アウトサイド直球はボール。次が4球目、投げた、ボール。第5球投げました、打った、ショート右横のゴロ、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー、ゲームセット。スワローズ見事勝利です。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。